皆さんこんにちは。八尾福音教会あけぼのチャペルの伊藤勝利です。今日は5月8日水曜日です。そして今日の聖書の箇所はコロサイ人への手紙3章18節から4章の1節です。そして今日のテーマはすべての関係の中心にキリストがおられます。今日は家族の関係と信仰についてご一緒に見ていきたいとそう思います。コロサイ人への手紙3章18節から4章1節妻たちよ、主にあるものにふさわしく夫に従いなさい。夫たちよ、妻を愛しなさい。辛く当たってはいけません。子供たちよ、すべてのことについて両親に従いなさい。それは主に喜ばれることだからです。父たちよ、子供を怒らせてはいけません。彼らを気落ちさせないためです。奴隷たちよ、すべてのことについて地上の主人に従いなさい。人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなく、主を恐れかしこみつつ真心から従いなさい。何をするにも人に対してではなく主に対してするように心からしなさい。あなた方は主から報いとして御国を相続させていただくことを知っています。あなた方は主キリストに仕えているのです。不正を行う者は自分が行った不正の報いを受けます。それには不公平な扱いはありません。主人たちよ、あなた方は自分たちの主も天におられることを知っているのですから、奴隷に対して正義と公平を示しなさい。今日は信仰と家族の関係、これをこう比較しながらご一緒にですね、御言葉から教えられていきたいとそう思っています。先ほどの聖書の箇所から1枚めくりました御言葉からというところにですね、こんな文章があります。お読みしたいと思います。4行目の後半からです。妻が夫に従うことは女性が男性に服従するという意味ではなく、家庭の秩序のために神が立てられた権威に従うことを意味します。夫はキリストが教会を愛されるように妻に全てを差し出すほどの愛を注ぐべきであり、手荒く自分の力を振るうべきではありません。その通りですね。昨日も話しましたように、私はですね、幼い頃教会に育ちましたけれども、そんな中ではですね、この家族というものをですね、犠牲にしてでも教会で使えるべき、奉仕すべきなんてなことを普通に言われてやもんです。でも神様は決してそれを望んでおられないんだということを今日もう一度確認したいとそう思います。キリスト教会はですね、時々男尊女卑的考えだとこう言われたりするんですよね。これはクリスチャンでない方々や、また聖書をですね、初めてお読みになった方はですね、この妻は夫に従いなさいなどというような言葉を見ますとですね、なんだかこう男性が上で女性が下みたいなイメージをお感じになる方がおられるようですけども、決してそうではありません。神様の前に男も女もありません。それはもちろん役割が違うのです。でもどちらが偉いとか上だとか下だとか、そんなことは一切ありません。神様の前に皆大切な、なくてはならない存在です。お互いがお互いを思い愛し助け合い支え合っていくとき、お互いが本当にその良いものを分かち合うことができるんですね。で、聖書の中でも実はキリストと教会の関係が夫婦の関係に例えられたり、また神様と私たちの関係が親子の関係に例えられたりする箇所が結構よく出てきます。つまり家族の関係というものは実は人間関係の中で最も重要な関係だということができます。そしてそれは先ほども言いましたように、教会の働きに先んじるということを忘れないでください。
教会の奉仕や伝道のために家族を犠牲にする、これは決して神様の願いでもなく、聖書的でもなく、信仰的でもありません。これはもしかすると異端的です。ですから、カルトと言われるところはこのように家族の犠牲を求めます。もっと教会に奉仕しなさい、もっと伝道しなさい、そのために家族を犠牲にすることは主の御心ですなどというのです。決してそうではありません。神様は家族というものをどんなに大切にしておられるかを改めて確認したいと、そう思いますね。実はこのパウロがテモテへの手紙の中で、監督の職に就く者の資質として挙げられているものがあります。それが第一テモテ3章の5節にこう書かれてあります。自分自身の家庭を治めることを知らない人がどうして神の教会の世話をすることができるでしょうと言っています。そうです。家族がバラバラになって、家族がつまずいている状態でどうして神の教会を、世話することができるでしょうと言っているんです。家族は教会の働きに先んじるということです。そしてまた家族のことをですね、顧みずに奉仕優先、教会優先にすることは決して信仰的ではないと申し上げましたが、実は第一テモテ5章の8節でパウロはこう言っています。もしも親族、ことに自分の家族を顧みない人がいるなら、その人は信仰を捨てているのであって不信者よりも悪いのですと書かれています。つまり家族を放置しながら、いくら奉仕だ伝道だと言ってもそれは信仰を捨てているのだと聖書は語っているんです。知ってください、家族というものは神様が与えられた素晴らしい関係なのです。ただ勘違いをしないでいただきたいんです。家族を顧みているということはマイホーム主義になれと言っているのではありませんよ。これは意味が全然また違うのです。ここで家族を顧みるというのはどういうことか、それはしっかりと家族とちゃんと向き合いなさいということなんです。ですから自分の果たすべきことを怠っていながら神様のせい、神様にお任せするというのは決して信仰ではありません。かつて私は進学校を卒業するときに卒業論文というのを書きましたけれども、そのテーマはクリスチャンホームの建設というタイトルだったんです。自分がクリスチャンホーム育ちでしたからね。でもその私の時代はですね、クリスチャンの家庭の子供が必ずしもクリスチャンにはならなかったんです。私も危なかったんです。結構つまずきますもん。なぜかってねばならないっていうのが多すぎたんですね。まあ、そんな中でですね、実はクリスチャンホームをどうやったら継承できるかということをテーマにした論文だったんですが、聖書の中でいくつかのクリスチャンホームを見てみたんです。例えばです、あのサムエル、そうですね、エリという先生に弟子入りしたわけですけれども、エリ先生が実はあのサムエルが夜神様から呼ばれますね。あの時に実は神様はサムエルに何を言おうとしたんでしたか。そう、エリの息子たちを裁くということだったんです。エリは祭司でありながらも息子たちが不正をしていることを正せなかったんです。そして息子たちは裁かれました。でもそれを見て、そしてその悲惨な結末まで見たサムエルの息子たちが同じことをしたんです。なぜでしょう、あんな立派なサムエルが。そうです、彼はイスラエルを裁くためにイスラエル中を巡っていました。そして家庭を顧みる時間がなかったんです。悪気はありません、悪意ももちろんありません。でも家族を顧みるのは神様の役割ではなくサムエルの役割だったんです。それをできなかったからといって言い訳にはなりません。結局子供たちはあのエリの子供たちと同じように不正を働いて、そしてサムエルは信用を失い、とうとう王を立ててほしいということになったんですね。まあ、そういうことが聖書の中にいくつも出てくるんです。あの偉大なダビデ王も実は家族関係では非常に悲惨な家庭環境になっちゃったんですね。信仰がしっかりして素晴らしいから自動的に家族を神様にお任せしたらいい、違います。家庭におけるこの父親、夫としての務め、使命はとても重要な神様から与えられている使命なんです。それを放棄しておいて神様のせいにはできません。
どうぞ信徒の皆さん、そして私を含めて牧師も、神様の務めのためにと言って家族を顧みることを忘れてはいけません。家族を牧会するのはどれほど大切なことでしょうか。それは神様の御心であり信仰だからです。こんなに熱心に奉仕をし、こんなに伝道しているのに、どうして家族が救われないのですかとおっしゃる方がおられます。もう一度考えてみてください。あなたはご主人の話を本気で聞いてますか。子供たちの声を聞いてますか。もしかしたら信仰をただ押し付けようとしているだけではありませんか。あなたが本気で向き合うならば、家族は必ずあなたの心をしっかりと受け止めてくれますよ。家族を顧みるとはマイホーム主義ではありません。しっかり向き合ってください。そこに聖霊様も共に働いてくださいますから。そして家族が共に、あのヨシュアのように、私と私の家族は主に仕えますと言える歩みでありたいですね。一言祈りいたします。イエス様、どうぞ家族が同じ思いで主よあなたの御前に共に歩めますようにお導きください。主イエスキリストの名前でお祈りいたします。アーメン。主の祝福がありますように。